ウィリアム・ロードは17世紀イングランドの政治家、聖職者、ロンドン主教を、オックスフォード大学学長、カンタベリー大主教などを歴任。チャールズ一世の側近で、ストラフォード伯爵トマス・ウェントワースと共に牽政を、振るったが弾圧政策と宗教の改変が国民の怒りを買って失脚し、新京都革命の最中に処刑された。1573年。 イングランド南部バークシャーの都市レディングで織物業者で同盟のウィリアム・ロードとルーシー夫妻の子として生まれた。グラマースクールで教育を受けた後、1589年にオックスフォード大学セント・ジョンズ・カレッジに入った。在学中に学寮長、ジョン・バカリッジの指導を受けて卒業後は、聖職者の道を歩み、1594年に学士、1598年に 終始、1608年に、進学博士号を取得する優秀な学生だったが、バカリッチの影響で、大学主流派のカルバン主義に反対するようになり、大学から危険視されるようになった。後に非難される、カトリックの傾向を持つ、デシャバリで独断的な人物という評判もこの頃から、聞かれるようになった。1611年、バカリッチが、ロチェスター主教に転任。 セント・ジョンズ・カレッジ学寮長がアクト選挙が行われ、反カルバン派の指示で、僅差ながら、ロードが学寮長に当選した。学寮長としての活動では、規律強化などの、管理統制とカレッジの外面整備に尽力。カレッジを献金をもとに修理、改築、教育は、イングランド王ジェームズ一世の後押しで進学を、カルバン派中心の教育から改変した。建物の外観。 内装を美しく飾り信仰における儀式を重視、人々の管理統制など宗教政策と手法もこの時から始まった。大学勉強の傍らで、ロンドンへ一両間運動に励み、進学を学んだ後に、アルミニウス主義進学者として知られたバカリッチの、前任のロチェスター主教王、リチャード・ニールを尊敬して1608年に、彼の補佐を務めた。それがをし、 1610年にリッチフィールド主教に転任したニールの推挙で国王の礼拝堂付け司祭に就任。1616 16年にグロスター主席司祭。1621年にセント・デイビッツ主教と順調に出世を重ねたが、ジェームズ一世はロードの求心的思想を問題として敬遠。それ以上登用しなかった。代わりに1622年からジェームズ一世の 超新罰金が無効、ジョージ・ビリアーズから数形を受けて、宗教の助言者として厚遇されるようになった。この時期に、信仰の重要視すべき部分を確立、カルバン派の中心的教義である、予定説に意義を唱え、求心的カルバン派と異なりカトリックの存在は、認めるが一部の理論は認めず、聖書、使徒信条を信仰の基礎と考えつつもそれ以外の、事柄は、 信者個人の判断を挟まず、国王が一般的な議会と共に召集する聖職者会議に委ねられると考えた。また大学でも見られた儀式尊重の関心が高まり、神への信仰が目に見える形及び信仰の統一を示す形として、外面的礼拝を強調したが、それはカルバン派からアルミニウス主義的、あるいはカトリック的と見られた。 1625年に、ジェームズ一世が主教。後を継いだ、チャールズ一世はロードを取り立てて1626年に、バース・アンド・ウェールズ主教。1627年に、スーミ数コモン館。翌1628年に、ロンドン主教。1630年に、オックスフォード大学学長兼務。1633年に、カンタベリー大主教と順調に出世して、チャールズ一世の宗教。 教育顧問として重きをなした。ストラフォード伯爵トマス・ウェントワースとともに、バッキンガム校なき後のチャールズ一世の片腕として、国政にも深く関与、王権神授説に賛成するロードは1625年の議会で、政教一致及び、新民の国王と神の服従を強調、カルバン派を批判し、教会統一を解き、イングランド国教会からピューリタンを排除し、 アルミニウス主義者を登用した。こうして1629年から開始されたチャールズ一世の申請を支える役割を担った。イングランド国教会の改革と宗教統一を持論としていたロードはチャールズ一世の許しを得て祈祷書の遵守と礼拝の統一、聖職者の統制政策を推進した。さらに世俗の問題に対する聖職者の積極的な関与を推進し、 その見解の遵守を国民に指示した。これに対して激しく抵抗したピューリタンらは、高等州務官裁判所や、性質庁を物体として徹底的に弾圧したが、あまりの強硬な政策に、ピューリタン以外の貴族やジェントリの反感も広がっていった。また、アルミニウス主義者を次々と東洋1635年に、大倉教が空位のため設置された大倉委員会に、 メンバーの一人として入り込み、翌1636年に大倉教が復活すると、ロードの公認のロンドン主教を、ウィリアム・ジャクソンをつけ、数密位に自分とジャクソン、ヨーク大主教となっていたニールも含めて3人分の席を確保した。裁判を通して、罰金収入を増やし、聖職録を買い取った俗人からの買い戻しも図ったが、こちらは到底不可能なことが明らかになり、 中止となった。ロンドン司教在任中から、礼拝統一、管理統制が進められ、教会に属していない講師の取り締まり、交配していたセントポール大聖堂を礼拝の象徴に定めて、改修、1630年のすべての司教への教区管理の強化命令、1631年からの出版物検閲、反対派弾圧を推進した。 オックスフォード大学学長としては、大学の改革にも動いたが、ここでも統制重視で服装の乱れから酒場が良い、禁止など厳しい規制が設けられ、風紀取り締まりで酒場や学外の学生も調査された。大学法規を改定して、大学運営にも、介入、修士が所属する教授会の大学運営から、学長、副学長を中心とした執行会に運営を移し、 人事権や取締りの権限を与え上からの統制を完全なものにした。この法規改定は長く続き1854年まで存続した。1633年のカンタベリー大主教、就任で宗教の頂点に立ち、1635年の外務会議と大蔵委員会参加で外交と財政にも介入して権力を増大させた。 経済に統制を試み違反者取り締まりと囲い込み禁止、独占権の継続と貧民救済を進めたことは、ジェントリと貴族の反感を買い、政治でも管理統制に都合が良い君主制を尊重する反面、貴族制と議会を軽視したことも反発を強めた。アルミニウス主義者東洋もカトリック陰謀疑惑を掻き立てただけでなく、彼らによって国境界から排除された。 カルバン主義者をピューリターンに合流させ一層反対派が強化された。ロードや政府をパンフレットで風刺したウィリアム・プリンに対する残酷な刑罰もマイナスに働き、ますますロードに対する反感が募っていった。こうした時期の1634年にエドワード・ハイドと知り合い、法律家としての才能を見込んで徴用するようになった。一方、ロードは宮廷に カトリックが入り込んでいることも問題視していたが、王妃ヘンリエッタ・マリア・オブ・フランスが、カトリックで宮廷にもカトリック教徒が出回る、状況では、取り締まりはできず、中止された。ピューリタンも海外に居場所を見出し、オランダ、北アメリカのニューイングランド・マサチューセッツ湾植民地へ、亡命する者が、続出、やがて独立派が形成される素地が作られた。弾圧も成果が上がらず、 福神のマシューレンは1635年から1638年までの理事主教を務めピューリタン弾圧と礼拝のカトリック化を進めたが住民の離反が大きくなるだけになり1638年にレンがイーリー主教に転任しても同じことが繰り返され当時イーリーに住んでいたオリバー・クロングウェルと対立後に弾劾、投獄されるありさまだったピューリタンも クロブウェルや商人ジェントリー、ー自治都市に密かに援助され抵抗を続けた。ロード自身もそれまでの政策が災いして支持者が少ないことと、他に人材をリクルートできない状況と、高齢も相まって疲弊していった。1638年にロードの意見を入れたチャールズ一世によって、スコットランド長老派に国教会の祈祷所を強要したことから、 国民の猛反発を解国民名役の結成を招き、翌1639年に主教戦争が勃発した。強硬なロードはチャールズ一世に武力討伐を進言したが、準備がろくに整っておらず、士気も低い軍では勝負にならず、1640年4月にチャールズ一世は戦費を求めて短期議会を召集した。だが議会は、 ジョン・ピムラ反対派が主導して、ロードの宗教政策や、議会の承認を得ない課税など、申請批判に、終始、ロードは、事態の成り行きに懸念を示したハイドの議会続行の、進言を取り上げず、5月のチャールズ一世の議会解散に賛成したが、議会解散の長本人とみなされたロードに対する敵意は高まり、解散直後に、ランベス宮殿には、 彼の引き渡しを求めるボートが500人をし寄せた。にもかかわらず、ロードは妥協せず、議会解散と共に解散する、はずの聖職者会議を通して、教会放棄を制定、改めて王権新受設指示と国王の議会召集、解散権及び、新民の税支払い義務を強調、宗教の現体制を認め変更しないとする制約を、 すべての学生と聖職者に求め教会と国家の革新に正当性を与えようとした。しかしもはやロードの政策は通用せず、主教戦争の敗戦とスコットランドへの賠償金調達から始まった11月の長期議会では、教会放棄はすぐさま破棄されただけでなく、ロードの戦争責任を追求する動きが高まり、12月に反逆罪によって弾劾 逮捕され1641年3月に、ロンドン島へ投獄された。ストラフォード博も11月に弾劾されたが、彼を有罪とする決定的な証拠に欠けていた。議会側は、ロードとストラフォード博を生かしておいた場合に国王と、彼らが議会側に弾圧を加えてくることを危惧して、主権剥奪法を制定して、両者を国家に害をなす人物であると認定。それを理由に処刑を決定。 ストラフォード博は1641年5月に処刑され、チャールズ一世はロードを解放しようとしたが議会はこれを拒絶して双方の対立は深刻化。1642年に第一次イングランド内戦が勃発した。やがて1644年にロードに対する裁判が開始されたが、ストラフォード博と同じく有罪が困難なため議会は試験剥奪法で処刑を決定。 チャールズ一世の特写状も却下して、翌1645年1月10日にタワーヒルで処刑した。最後の言葉は、自分の死は、この王国のいかなる周知の法によって、それに値するとされた死ではない。私は常に、プロテスタントの信仰に行き、今、そこに置いて死ぬのである。チャールズ一世もイングランド内戦に敗れ4年後の1649年に処刑された。 ありがとうございます。